最近朝晩がすっかり冷え込んできましたね。はい、これからますます気温が下がり一段と冷え込んでいきます。はい、空気も乾燥してますので温度も下がりますけども、また同時にあの湿度も下がりますよね。そうですね。そんな時お肌のケアも大切になってきます。はい、あのご存知の方もおられるかもしれませんが、秋から冬に向かって気温と湿度が下がります。そうすると血液の循環もね下がるそうなんですよ。はい、そうすると体の油、皮脂や汗の量が少なくなるんですよね。はい、あの皮脂って大事なんですね。そうですね。皮膚の油が体で作られなくなると口元のかさつき、目元とかほっぺたがかさつくそうなんです。そうですね。まあ、確かにね、はい、カサカサになりますもんね。はい、まあ、そういう意味で保湿が肌荒れ対策に有効となってくるわけなんですね。はい、もう女性の人ならきっと対策方法もバッチリ知っておられると思うんですけども、はい、基本は血の巡りを良くするということなんだそうですね。血行を良くすると、つまり肌全体の働きを本来の姿に戻すことができるそうなんです。はい、それが血の巡りなんだそうですね。はい、もちろんあの化粧水とか、はい、あの保湿クリームとか他にも対策はあるんですけれども、血行が良くなることを心がけて肌荒れ、カサカサから身を守ってほしいなと、まあ、思っています。はい、そういう意味で、ゴスペルもですね、歌って血行が良くなっていくんじゃないのかなと思いますね。はい、というわけで今日もゴスペルレディオステーション、素敵な音楽とトークをお届けしていきます。1時間最後までお付き合いください。